どうも、北沢です。今回は中山記念の過去10年分、傾向と対策、対策データ分析を行っていきますえ。非常にいい馬が揃って、消灯するながら楽しみだと思いますので、しっかりと見ていきたいと思います。競馬ナビゲーター,、えー、それでは、まず人気ステップの傾向から。えー、1点目が一番人気が不調ということで、えー、過去10年で2勝しておるものの、復勝率20%と、めちゃくちゃ低いですね。 この3年馬券圏,圏内に来ていないので、まあ、その辺りどうなるか逆に23番人気は復勝率60%各3勝ずつというところで、まあ、この辺り注目していきたいですねそして前走 G1 組が中心過去10年の3畜年は30頭中なんと15頭が前走 G1 組まあそれだけ格が重要視されますし、えー、昨年度の年末大きなとこを使ってきた馬が今年初戦に来ると パターンも多いですちなみに香港マイルから来た馬も3年前1着と3着というところでローテーションステップとしては問題ないですではちなみに、えー、次3点目枠順は関係ないと書いたんですがもともと偏りがない上に今年は小当数のレースになりそうなので不問としていいと思いますまあキャリアその他のところ でまず1点目が先行馬が圧倒的に有利ですね過去10年の3着以内は30頭中実に20頭が4コーナー5番手以内さらに言えば優勝馬10頭中7頭は4コーナー4番手以内ということでもう、まあ、これこう金7年連続その傾向なんですけど、まあ、この辺りからしてもなるべく前に行きたいそんなレースになってますそして45歳関東馬 が優勢年齢別でいうと4歳と5歳で合わせて発症関東馬が発症していて、まあ、中山という土地柄もあり、えー、関東馬が優利になってますねちなみに関西馬は勝率4.2%ということで低いですね、えー、通算1着2回2着6回3着3回4着1回37回というところでまあねこれだけ48回走って 2勝というところでまあその質とかにもよるとは思うんですけどなんか最近ウィン5をやりだすと今まで副勝率気にしてたものが勝率をだんだん僕気にするようになってきてそれでこんなところもチェックしてみましたということで3点目前走が14とだって以上だった馬どちらかというと多頭数のレースから臨戦してきた馬が有利で、えー、前走14とだって以上だった馬まあこれに関しては G1 とかうんぬんレースは関係なくですけど 該当が6連勝中6連連続この傾向というところで、えー、ここも注目していきたいですね実はこれを照らし合わせるとほぼほぼ絞れてくるというところで単、えー、勝なども注意していきたいと思いますでは続いて中山芝 1800m のコース紹介1コーナーまでの距離は約 200m しかないので、まあ、非常に先行争いが決着する前にコーナー入っちゃう感じですね スタートしてからすぐに急坂、まあ、急坂の途中という感じで、えー、始まっていくのでペースは速くなりにくいですそのため先行馬が有利なコースそして、えー、まあ坂の途中というところでスタートの、ね、つまずきだったりとか走り方走りにくい部分もあると思いますがそこで、まあ、の後で喋ってくるリピーターレースなんですけど特性適性がある馬が複数年活躍しやすいのかななんて思ったりもします ただですね、まあ、この意外にも、このコーナーすぐ入って、そしてコーナー4回、内枠先行よりかなと思いきや、1枠はそこまで良くないんですよで。ただそれ以外の枠はほぼほぼ不問、あんまり差がないので、えー、気にしなくていいかなと。あそのまあ、この1枠が良くないっていうのも、中山芝線味全体の傾向で、このレースに関しては別にそこまで気にしなくてもいいです。それはまた次のページで見ていきます。ちなみに、 ミルコ・テムーロさんの勝率が約40%、えー、まあまあ統計する時期によっても多少ずれてきますけどおおむね30%中盤は取れているというですねそのドル箱コースでデーモさん注意ですねということで枠順ごとの成績中山記念の過去10年、まあ、ご覧のようにこのレースに関しては1枠もそんなに気にしなくていいそして全体的にあんまり偏り少ないですね、えー、なんか 副勝率10%きてる枠もないし、えー、とてつもなく連帯がない枠もないしというところで唯一、まあ、6枠だけ1着がないんですけども、まあ、2着3着はそこそこあるし、まあ、そんなに遜色ないところですね、まあ、だから、まあ、逆に言えばそろそろ6枠が1着の番があるかななんて思ったりもするんですけども、えー、その辺りでショート数でもあるしそこまで枠はこだわらなくていいと思います まあ続いてラップの特徴、まあ、前半サンハロン 600m が36秒5上がりハロン最後の 600m36 秒2というところで、まあ、0秒3の後継ラップ、まあ、若干ではありますがそうなってますなのでこれもすごく遅いなとちょっと一瞬思ったと思いますがこれ道割れの年が結構多かったり、まあ、マルタズ・アポリスの大逃げバテとかその他も その前の方にもありましたけど他の馬で、まあ。ということで逃げてバテるという影響があってどうしてもこのレースラップって結果逃げ馬が刻んだ道中1番手の馬のラップになりますので、まあ、そこは影響してしまいますね。従って表面上のレース上がりは遅いですけども実際見ていくと勝つには34秒台の上がりだったり年によっては33秒台だったりとか、まあ、その辺りの速い上がりが必要になってます。 まあただ道中1ハロン11部台のラップが続いていてやはりスローからの瞬発力ではなく速い,上がりあの速い足を長く使うまあ持続力に富む先行馬が良いですね実際まあ3ハロンは36秒後というところで遅いんですけどその後4ハロン目からもう11部台に入っててそのままゴールまでずっとというロングスパートにもなりやすいレースですのでそのあたりはちょっと、えー 得意なタイプ、不得意なタイプ、分かれるかなと思います。では、決闘データ。まあ、勝利数最多という意味では、ステイゴールドの参照。でまあ、馬券圏内は最多はもちろんサンデーサイエンス系なんですけど、ハーツクらイとステイゴールド中心になります。要注意アナケットとしては、ヨーロッパ型ノーザンダンサー系と書きましたが、ここは、えー、微妙なところでですね。 あのウィンブライトの連覇影響もありますが、過去には中山ナイトも勝っていて、まあ、ステイゴールドが強いなと思います。前、ま、足、あ、という距離もあるとは思うんですけど。そしてこの穴の部分の欧州型、ヨーロッパ型ノーザンダンサー系ですけど、まあ、実際ロゴタイプが複数年来ていて、まあ、シルポートも来ていてということで、まあ、これらそれぞれあのシングスピール、インザ・ビッグンス、サドラーズ、ウェルズということで、片方サドラー系、 でシルポートに関しては、まあ、ダンシングブレイブというところで、まあ、リファール系となるんですけどもそのあたりで、えーまあ、そんなにこの決闘にこだわりすぎないというかぶっちゃけ決闘うんぬんというか過去に来ている馬が複数年来ておりますのでそのあたりでまあ適性その馬自身の適性とかタイプにお見極めた方がいいと思うのでそこまで決闘にこだわらず過去去年とか お年来ているまま、それなりに敬意をひら、あの、表さないといけないのかなと、個人的には思ってます。そして、よその肝。まあ、やっぱりここですね。前哨戦であることを強く意識する。春の十1枚、ひとたたき、最適なレースです。まあ、この後、大阪へ行くなり、香港行くなり、えー、まあ、ドバイ、ドバイは間に合わないか、えー、アビヨア時期ですけども、うん、そのあたりで、えー、非常にですね、 あのー、まあ言い方は悪いですけど叩き台に使う一流馬が多いというところですねんなのでここにいかに本気で取りに来ているかどうかというのを見破るというところですねえー、その意味で昨年とその一昨年のウィンブライトというのは他の一流馬と比べて、まあ、当時はまだ甘く見られてたというか G1 国内 G1 ではちょっとという感じだったと思いますのでそこで 逆にここを本気で取りに来た、えー、他の一流馬が叩き台仕様の甘い仕上げの中仕上げてきたウィンブライトが勝ったという面は否めないと思います逆に今年はもうウィンブライトがもう本当に昨年からですけど香港人はもう勝って一流馬になって、えー、今年は逆にそういう立場ここ一たたきして香港行ってという感じもしなくはないのでこの2年金2年のように信用するのはまた えー、慎重な判断が必要だと思いますけどとにかく陣営の判断、えー、思惑ここをどこまで仕上げてきてるのかなと見抜くのがポイントだと思いますそしてリピーターが活躍するですさっき言いましたけどワイン・プライドロゴタイプシルポートというところで複数年活躍する馬が出ています、えー、さっきコース紹介のところで話した通り独特の舞台、えー、周りの影響もありますのでそこで個性を発揮できる馬これに関しては何年も注目して 見るる手があるかなと思いますということで、馬券のポイントまとめ。まず、枠順。ここに関しては、こだわらなくてもいいと思います。展開。こうしてらも完全に先行有利。今度は4番手以内でないと、結構厳しいかなという面はあります。そして、前走に関しては G1 を経由してきた馬。または14頭だって以上のレースを使ってきた馬。で決闘。まあ、一応、欧州型、ヨーロッパ型とは書いたんですけど、穴の意味では。 そうでなければ、まあ、基本的にはステイ・ゴールドですね。うん、もう今年も有力馬2頭出ておりますので、えー、王道としてはステイ・ゴールド、ただ穴としては欧州型だったり、まあ、であとは決闘関係なくリピーターとして、えー、過去走ってる馬。となると、まあね、穴じゃないんですけど、まあ、結局ウィンブライドだったり、えー、ラッキー・ライラックだったり、マルタアポジーであったりと。 言ったところに、ね、なってしまうのかなと思うんですけどもまあ難しいとこですね個人的には、まあ、ペルシアンナイトが、まあ、ハービンジャーだし、えー、持続力どちらかというと瞬発力より持続力を力発揮できると思っていますで2年前のこのレースは一番人気で負けているんですけど期待を裏切って、まあ、当時は大手遅れぶっかましましたしうん、まあ、ちょっとそこは参考外にしたいかなと 皐月賞で実際、中山騎馬賞も2着来てますし、うん、現時点ではちょっとペルシアナイトを狙いたいかなと、もうしばらくね、うん、連帯してないですけど、ここからでは復活してくれないかなとずっと思ってますので、えー、そのあたり、注目していきたいなと思ってます。えー、では、今回は中山記念のデータ分析を行ってきました。衝突数で、あまり荒れないとは思うんですけれども、1番人気不振のデータを、ちょどどう生かすかというところで、注目していきたいと思います。 では、今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら、グッド評価、チャンネル登録お願いします。では、また。